こんばんは、ミスターマイアミサヤの追加動画になります。そうなんですよ、 YouTube のチャンネル登録者数を増やすためにやり方は2つあるんですよね。1つはひたすら YouTube を撮り続ける、これはまあ誰でも考えつくことだと思いますけども、もう1つは登録してくれませんかっていうふうに目の前の人にお願いすることを繰り返していくってことなんですよね。これはミスターマイアミさんがすごくいいタイミングでされてましたよね。そういうふうな小さな積み重ねと小さな一歩なんですよ。チャンネル登録者数がまだ100人いってない方、1人増えたらものすごいインパクトなんですよ。100万人の登録者がいたら1人増えても1人減ってもそんなにね、割合としては大きくも小さくもないんですけども、まだ100人いってない、1000人いってない時って1人がものすごく重要なんですよね。じゃあその1人をどうやって獲得するかっていうと、私が好きなのはね、私の YouTube チャンネルに出ませんかっていうことなんですよ。一緒に出ませんかって、あなたのとの対談をしませんかみたいな感じでいきます。でも出るのに抵抗がある方いらっしゃいますよね。そうするとあなたの一番頑張ってることを私が喋りますねっていうふうにやるんですよ。例えば野球がね、ベースボールが大好きな人がいるとしたら、あなたのベースボール大好きな情熱をちょっと聞かせてくださいって言って聞き取りをしたのを、私ね、前回こういう人に会ったんですよっていうふうに匿名を出して、この人は野球がこういうところが好きそうなんですよねって、私もなんかそういうことを聞くと、あ、いいもんだなって思うようになりました、それでは本日ありがとうございましたって感じでまとめていくんですよね。そうすると、あ、自分のこと喋ってくれてると思って気になって見る、チャンネル登録する、そんな感じの流れになっていきます。とにかくチャンネル登録者数っていうのは自然に増えることを狙っていけばですね、なかなか自然に増えないんですよね。だから意図的に増やす工夫といいますか、努力が必要になります。それは目の前の人にチャンネル登録してください、ここって言って登録するまで見てるんですよ。こうやってね、いや本当ですよ。私ね、1年間で2万人のメールマガジンのその読者さんを集めたことがありました。2015年の8月12日から丸1年で2万人です。その時に使った方法はまさにそれです。メルマガやってるんでチャンネルと、メルマガやってるんで登録してくれませんかと、これは稼ぐためのお得な情報が流れてきますっていうふうにやるんですよ。で登録するまで待ってるんですよ。これ登録簡単ですから、どうぞってか目の前で待ってるんですよね。で登録すると今度解除がめんどくさいんで、解除をなかなかしないんですよ。でそういうところを使って私は2万人っていうところに行きました。はい、インドネシアバリ島はね、暑いんですけども、今どちらかというと南半球なんで冬に近い気候なんですよね。まあ、ですので気候は強い、一年中夏なんですけども、気候っていうか、ね、日差しは強いんですけども、空気はね、爽やかで涼しいです。まあ、ですので汗かかずに今日も一日終わりました。あ、寒いとまでは言わないんですけども、やっぱりね、だらだらと汗が出るような暑さっていうのは前回来た2月かなと思います。さあ、それで次回私はですね、出産に関わることがありますので、次回は多分来年の3月とかになると思います。時間がしばらく空きますけどもね、その時によろしかったら皆さん一緒にバリ島行きましょう。よろしくお願いします。それでは追加放送終わります。